称ハルフィルムメーカーは、弊社の社長のハルタが、一人で、作った会社です。でそして現在約70名のスタッフがいますけれども、ごめんなさい、今みんな仕事してるのでこの遅い時間でも朝までやる人もいますし、失礼しました。弊社のスタジオで、得意なことといいますと、人間ドラマ、心を描くアニメーションを得意としています。でロボットものとかはやらないんですけれども、たくさんの人たちが楽しんでくれるフィルムを得意としています。もちろんヒットするかどうかは誰にもわからないので、日本の人たちだけではなくって、世界の子どもたち、また世界の人たちが見ても同じように喜んでいただける作品をなるべく企画で選ぶようにしています。なるべく選びたいなというふうに思っている企画というのはやっぱりハッピーエンドですね。今世界的にも悲しい話題もたくさんありますし、そういう中でせっかくやっぱりアニメーションをやるわけですから、やっぱり絶対ハッピーエンドになった方がいいと。でもちろん途中でエンターテインメントのために大変なことがあったり苦しいことをやったり、いろいろキャラクターたちが人間ドラマを作っていくんですけれども、でも最後は必ず幸せになるっていうか、勝っていけるっていうか、ハッピーエンドになっていける、そういう企画を選びたいと思います。この部署は日本語では色指定と言いますけれども、カラーキーをコーディネートします。ここで、全てのキャラクターの色を全部決めて、行っていきます。それからあとファイナルチェック、デジタルペイントが上がったものを全部ここで最後チェックも行います。ここはカーテンがありますけど、スモーキングルームですね。おはようございます。お疲れさんです。ちょっと今日簡単なさらっとした取材なんで、普通に来てくれればすごい緊張して。あ、私もさっきアニメーターさんはサーバーにこうつなげてですね、紙を使わなくってそのキャラクターデザインを見ることができると。紙もいらないし、経費もお金もあまりかかりにくいと。実際今アニメーションはアナログからデジタルの方に随分変わってきたっていうふうな見られ方をしている場合もあるんですけども、私の場合はまだまだデジタルっていうのは最後の方の作業で、大事なポイントっていうのはアナログだと思ってます。で最近は、やっぱり作品がとても多いということで、その一番大事なアナログの部分、デジタルではできないところが本当にみんなたくさん仕事を抱えすぎて、いいものを作りたいんですけれども、もう仕事に流される、時間に流されるということで困ってると思うんですね。厳しい言い方で言うと粗製乱造っていうんですけれども、今そういう状況になってると思います。もっと少なくなってほしい、今の半分ぐらいになってほしいと思ってます。そうすると例えばハイクオリティだとか、とてもオリジナリティが高いとか、それから日本だけではなくって世界の人たちにすごくエンターテインメントを与えられる作品とか会社がもっと分かりやすいと思うんですね。でうちの会社はそういうふうに少なくなってほしい、そしてうちの会社が目立ちたいというふうに思ってます。あともう一つ私がアピールしたいことは、弊社の場合例えば26本の作品を作ったとしても、初めの1話から26話、ラストのエピソードまで同じクオリティで仕上げることができる点だと思います。とても難しいことだと私は思ってますし、ハイクオリティをずっと同じエピソードで、人々に見せていくというのをとても大切にしています。ごめん、ちょっと見せてくれ。ちょっとやってるものがなんで大丈夫。ああ、分かった、それはそれに隠すから俺だ。 OK、
ここはキーアニメーションですね。原画キーアニメーションで今やってるこう作品ですけども、ドクロちゃんっていう作品ですけど、このカットはちょっとエッチなので、でもこれはエッチな作品ではないです。これはジャストリルこうエッチなこうアングルですね。頑張ってください。花粉症ですよ。苦しいんですけど。まあキャラクターの表情とか作るときに、まあ、自分の鏡を見ながら表情を見ながらそれを絵に起こすっていう作業です。ここはほとんどキーアニメーションの人もいます。でもキャラクターデザイナーとそれからダイレクターの方もいます。昼の12時から夜の24時の人もいますし、夜8時から来て朝5時まで、あとは10時とかっていうことなんですけど、皆さんもうバラバラです。プリンセスチュチュっていうバレエのをモチーフにした作品があるんですけども、これはですねやっぱりバレエの動きっていうのはアニメーションでやるとすっごく大変なんですね。で普通の日常的な動きではなくって、特にバレエっていうのは指の先それから足の先まで、やっぱりエレガンスに見せなくちゃいけないと。でまたちょっと、まあ、本当に大変でしたけれども、他の会社ではなかなかできないこれは作品だと思って、自信があります。あともう一作はオーバンスターレーサーっていうフランスの会社、そしてフランスのスタッフたちと共同で作った作品なんですけれども、これはこれで、日本人のクリエイターのスタッフの方は、そんなにたくさん、外国の人と共同で制作した経験はありませんし、まあいろんな文化の違いとかを乗り越えて、途中もちろん少し意見が違うところで長いミーティングとかありましたけれども、まあストーリーラインのところなんかで言うと、日本はやっぱり因果関係っていうのをやっぱりきっちり描きたいんですけれども、まあ違うかもしれないけど、やっぱりそのフランスの方々はある程度もう少しこうイマジネーションというか雰囲気も大事にするようなストーリーラインっていうのも感じましたので、そこをどういうふうにこうみんなでまとめていくかというのが、大変だったと思います。フランスのスタッフの、色とか形とか、素晴らしいものがありましたし、私たち日本のスタッフもそういう新しい感覚、バックグラウンドの色なんかも素晴らしかったですし、たくさん学んだと思います。お互いのいいところを出し合いながら、素晴らしい作品になったと思います。私は22歳の時にアニメーションの世界に入りましたけど、その頃はとても面白かった時期もありまして、日本の、ジャパニーズイエンと US ダラーがもっと違ってたんですね。だからアメリカの作品それからヨーロッパの作品がどんどん日本に入ってきて、日本でたくさん作ってました。でその時には、日本人、アメリカ人、カナダ人、それから中国人、韓国人というメンバーと一緒に仕事を10年ぐらいやりました。まあ、世界の人たちがどういうところでエンターテインメントを感じるかとかを、まあ、自分なりには学んできたつもりです。で今はハルフィルムメーカーでほとんど日本の作品だけをやってますけれども、今までいろんな国の人たちと仕事ができたってことはとても今自分の財産になってます。でこれからも例えばオーバンスターレーサーのように、他の国のスタッフの人たちと、まあもちろん苦労はありますけれども、世界の人たちになるべく共通に楽しんでいただける作品をたくさん作っていきたいと思ってます。でもちろんスレイヤーズとか映画の作品もやるんですけれども、原作のある作品を半分
オリジナルの作品も半分という形で作れればいいなと思ってます。あとは映画の作品というのはどうしてもすっごくボリュームがあって大変で時間もかかってでお金を管理するのもすごく大変 でどれだけヒットするかっていうのもなかなか分からありませんし、でもまあ弊社の場合は、特に人間の心をテーマにした作品であればですね、ぜひまた映画もチャレンジして、また少し長めの OVA もですねチャレンジして、作っていきたいと思っています。